ケプラー22ビット、または濃いマイナス87.01とは、太陽に似た恒星ケプラー22の、ハビタブルゾーン内を公転している、太陽系外惑星である。地球から見て、白鳥座の方向に、約600光年離れた位置にある。アメリカ航空宇宙局のケプラー宇宙望遠鏡による、トランジット法の観測で発見された。ケプラー22ビットは、 当時までに知られていた太陽系外惑星で初めてトランジットを起こすハビタブルゾーン内を公転している惑星である。発見の発表は2011年12月5日に行われた。この惑星が最初に発見されたのはケプラー探査機による観測が始まってすぐの2009年中頃である。トランジット法では惑星発見を確認するのに3回の観測が 必要とされるが、2010年の遅くまでに、この3回の観測が達成された。さらに、スピッツァー宇宙望遠鏡と、地上からの観測でも存在が確認されている。惑星の半径は、地球の約2.4倍であり、これは、海王星の半分ほどである。2011年現時点ではその質量や、表面の素性まではわかっていないが、荒い見積もりでは、 標準偏差3シグマで最大で地球の124倍、1シグマでは最大で36倍と推測されている。この見積もりから考えると、惑星は最大で地球の35倍ほどの天皇、星型惑星である可能性が高いと推測される。しかし、ベストケースとして地球の10倍ほどのスーパーアースである可能性も残されている。 仮に35倍とした場合、表面重力は地球の6.1倍、平均密度は 14.9g 毎立方センチメートルとなる。実際の質量に応じて、この惑星が岩石中心の惑星なのか、それとも液体や気体が大半を占めている惑星なのかは変わってくる。いずれに西洋惑星は地球より大きいので、 地球とは異なる様相を持つと考えられる。小さな岩石のコアを巨大な海が覆う海洋惑星である可能性も存在する。生命の可能性により、この惑星は地球外知的生命体探査のターゲットとして注目を集めている。ケプラー22ビットケプラー22ビットは地球から620光年離れた G 型の恒星ケプラー22を周回している。 主星からの距離は約 0.85au で、その光転周期は289.9日である。これは太陽系に当てはめると金星と地球のほぼ中間に相当する。ただし、その軌道がどのような形なのかまではわかっていない。太陽系外惑星には極端な楕円軌道を持つものも多く見つかっている。ケプラー22ビットは、 ハビタブルゾーン内に位置していると考えられるが、こうした極端な楕円軌道を持つ場合、その範囲を逸脱する可能性もある。ケプラー22ビットとその構成ケプラー22との平均距離は地球と太陽との距離より15%ほど短い。しかし、恒星が生み出すエネルギーも太陽と比べて25%ほど小さいので、 距離の近さとエネルギーの小ささが合わさり、その表面温度は液体の水が存在するのに適度な範囲に収まっていると見られている。科学者の見積もりでは大気が乏しい場合で約摂氏11度、地球のように大気による温室効果が存在していれば、平均気温は約摂氏22度に達するとしている。ありがとうございます。